ともに行わず、さあコーナーキック向かってくるボール、ヘディング、決まった。ゴールネット揺れましたが、どうでしょう、今のはどうやらゴールの判定、ゴールの判定となりました。宮崎のこのボール、福島のどうやら選手が触ったよう